孫活県は中華人民共和国国立交賞、黒川市に位置する県。孫活県は商工安令の北陸、国立交中流の南岸に、ロシア連邦アムール州、ミハイロフカ地区に隣り合う、国家一類口岩城市。県名は、孫化は、帰活という二つの鎮の名を合わせたものである。1906年、清朝により孫チ鎮等新村に出へしゃげ難知事。 学林春教領校所が設置され、県域に行政機構が整備された。中華民国が成立するとと、損川県及び帰活県が設置され、満州国が成立すると1943年7月に損川、帰活両県を合併して、損還県とし、黒川省の管轄とした。1946年6月16日、 中国共産党に引きられた東北民主連軍が孫勝県に侵入し、県人民政府を建立、県地を孫河鎮から帰活地に移した。1947年春、唐須雲県が孫勝県へ編入して、区となった。1965年12月、不妙人民公社の大部分を掲げ県へ移管し、現在に至る。一街道、三鎮、四郷、 に民族共を管轄、土地が広大で、生態環境が極めて良いとされる。赤目能が豊富に産し、紅れな能の里と呼ばれる。草原が560万世、森林面積1665万世、森林面積率64%、林木、山の生産物と野生動植物資源が豊富。ありがとうございます。